久保さん。やっぱり、あれですよね。やらないと稼げないですよね。<laughs> ま、稼げるんだけど、やらないと稼げないですよね。うん、稼げるんだけど。まあ、ドリームアカデミアも、やったら1億円稼げますよ、やればね。うん、全部の講義やって、理解して、やって、テストしてとか。やれば1億円までいけますよ。ドリアカもね。だって1億までの講義あんだから。<laughs> そう。でも、やらないですね、さすがに。 まあ一応おまけですから、1億円までの後期は。うん。まあまあまあ。あのー、まあ今回のテーマはですね、うん、何にしようかな。うん。じゃあ、やれない人、やれ、やれない人がやれるようになるためには、ってことですね。やれない人がやれるようになるためには、みたいにしようかな。 まあこれはね、まあいろんな、その人によって変わるんで、まあ一概には言えないですけど、おすすめの方法ですね。おすすめの方法はもう一つに決めるだけです。はい。だってまあ、かまあイメージしてもこれわかることなんですけど、例えば、じゃあご飯を食べるにしても、じゃあ食べる、まあやるっていうことを食べるに変換しましょう。じゃあ目の前にカップラーメンもある、カレーライスもある、 えとお寿司もある。ステーキもある。うん、なんや。えっ、ー、と、そばもある。えっ、ー、と、フレンチ料理もある。うんと、あと何にしようかな。うん、チキンもある。フライドチキンもある。<laughs> だサラダもある。えっ、ー、と、ニッコロっこもある。ニッコロガシもいや。いや、<laughs> もうね、30種類ぐらいあるとするじゃないですか。 食べられます全部。まあ、ちょっとギャルソネさんとかはちょっと別かもしれないですけど、食べられますかそんだけあって。いや、無理じゃないですか。でもね、そば一つだったら食えませんそば一つだったら。ざるそば一つだったら食えるでしょだけど、ざるそば以外にね、ステーキもある、お寿司もある、なんだ、天ぷらもある、うーん、なんか、豚の丸焼きもある、豚骨も、なんか豚骨スープ、なんだ、豚骨もある、なんかまあ、とりあえずまあ、なんか、 100種類ぐらいあったら食えますそれ全部は食えないですよ。普通だったら。まあ、ちょっとギャルソネさんは別ですけど。ね <laughs>。だから一つに絞るっていうことが僕は、あの、一番いい方法、や、やるっていうことに対して、なぜならばシンプルになるからです。うん、目の前の蕎麦を食べる。すごくシンプルですよね。目の前の缶コーヒーを飲む。すごくシンプルじゃないですか。 だけど、これ自動販売機にあるすべてのジュースを飲むって言ったら大変じゃないですか。でも目の前の缶コーヒー飲めませんって話なんですよ。だけど、多くの人っていうのは、これは複雑にしてるんですよ。勝手に。で、なんで複雑になるのかっていうと、様々な情報が出てるから、その情報を見れば見るほど複雑になるんですよ。まあ、この億万長者合宿でいろんな切り口で言ってますけども、まあ、YouTube やれとかもう言ってるじゃないですか。YouTube やればいいんですよ。ひとまずは。 うん、でそこに対して、じゃあどういう情報が入るのかっていうと、今からが、今これやったら遅いよとか、お前には無理だよとか、やっぱりは、なんかその、なんだ、なんか、あと他のもっとすごいいい稼ぎ方があるよと。で、初心者が YouTube やっても稼げないからこれやった方がいいよとかね、投資だとかね。いっぱいあるわけですよ。いやとりあえずやっとけと。一つ。徹底的にね。一つを徹底的にまずやると。じゃあどれぐらい徹底的にやればいいんですかっていうのは、 基準をもしもう、僕と久保さんでね、久保さんと僕の基準を設けさせていただくならば、最低1万本やれっていう基準になります。でもその最低1万本っていう風に言った瞬間に、多分笑われるでしょう。そんなのできるわけないじゃないですかってい。いや、できてます。普通に。僕の基準は1万本アップロードしてゼロなんで。申し上げますね。1万本練習。だからこれね、 ま、こう言い換えればいいかもしれないですね。1万回練習して、ようやくスタートラインだよ、みたいな話ですよ。まあ、すみません。僕、スポーツやってたんで、あの、基礎練習なんかね、1万回以上余裕でやってますからね、みんな。普通に全国行く人たちとか。まあ、これ、数にしてないと思いますけど、余裕で1万、ちっちゃい頃から、ね、大人になるまで、まあ、その、ある程度のとまで,で、基礎練習1万回以上、マジで余裕でしてます。余裕で。 例えば、準備運動とか、あ、じゃうゃあなんだなん。すみません、卓球の話なんですけど、フォア打ちってあるんですよ。フォア打ち。これね、余裕で1万回以上やってますよ。余裕です。<laughs> フォア打ちですね。もう基本の基本ですよね。もうフォアとフォアで打つっていう。まあ、バックバックもありますけど。こんなの余裕で1万回以上やってますよ。じゃあ、その、あの、ボクシングでもね、なんかこう、なんかあるじゃん、シャドウプレイとかあるじゃないですか。これ1万回ぐらい余裕でやってません 多分余裕でやってました、こんなの <laughs> 素振りとかも、多分野球、プロ野球選手で、多分1万回素振ったことがないっていう人、誰一人いないと思いますよ、逆に言うと。え、1万回も素振るの、素振らないとプロになれないんですかみたいな。っていうふうに言ってるようなもんですからね。え、1万回も素振らないとプロになれないんですかいやいやいやと。 え、逆に1万回素振らなくて、どうやってプロになるんですかいな。じゃ、プロ野球選手で過去に、今までの野球人生の中で1万回素振ってない人が、誰一人僕はいてないと思います。全員素振ってますよ、1万回ぐらいは。余裕で。余裕です、こんなのは。だって何十年もやってんじゃないですか。その中で素振りなんかもう1万回ぐらいやってますよ。でももはや子供の時に終わらしてるかもしれないですね、1万回の素振りは。もはや高校野球の時とか、 まあ、ちっちゃい頃にもう1万回の練習は終わらせてるかもしれないですよね。で、そう考えると、別に1万本って別に本当鼻くそれレベルですからね。だけど、なんで僕がこういう、あの、1万本やりましたっていうのかっていうと、みんなやらないから、すごいなと思ってもらえるからです。これはテクニックというか、それを武器として使えると。だってみんなやんないし、みんなできないから、うち1万本やりましたって武器になるじゃないですか。でも僕が言いたいのは、別にこれは武器でも何でもないよと。当たり前のことだよと。 そこでね、あの、学さんっていう人がね、あの、以前、これ、つ、これ最後、学ブさんのちょっと借りさせていただきますけど、以前ツイートで、こんなツイートを流して、もう本当にね、僕はね、もう、マジでその通りだなと思いましたね。まあ今ね、YouTube チャンネル40万人ぐらいいんのかなまあブログアフリエイトで、ね、まあ今コンテンツ販売もしてますけど、あのね、もう、このツイートがね、もう、 すべてかなっていう。うん。これね、本当のいい、いいツイートだったと思いますね。ちょっと読みますね。ブログで稼ぎたいなら300記事書きましょうと言うと笑われるけど、むしろ300記事以下で安定して稼ぐブロガー、ブロガーなんて存在するんですかね。300記事は確かに多いけど、10連休のゴールデンウィークで毎日3記事書けば10%達成です。 大変、大変だけど無理じゃない。僕は1000記事書きました。ちなみに300記事を書いた過去の僕は収益3万から5万でした。絶望。しかしそこからコツコツ継続して500記事ぐらいで稼ぐコツをつかみ、600記事で月15万を超えた気がします。そして800記事で月300万ぐらい。1000記事を書いた現在は600万。もはや秒速で記事構成が脳内に浮かびます。 もうね、これはね、やった人しかわからないんですよね、このツイートの。まあ、その通りだよね、みたいな。<laughs> てか、それしかないよねって僕はもうめちゃめちゃ共感しかなかったんですよ。マナぶさんよく言ったみたい。学ぶ学ぶよく言ったみたいなね。<laughs> まさに本当にこれですもん。だって1万本やれなんか言ったら笑われで、笑うでしょ。そんなのできないよ、みたいな。いやいや逆にプロ野球選手で1万回すぶってる、すぶらずプロ野球選手になった人いるんですかとて、まあ、一緒のようなもんですよね。でも無理ですから。 うんだから1万回もうゼ,ゼロ本ですぐらいじゃないと、うん、基準ね。僕はそれぐらいの基準じゃないとプロにはなれないと思いますけどね。だってプロ、プロみたいな収入を得たいわけじゃないですか。プロみたいな収入じゃないですか、月収100万って。普通の、普通に働いてて今の会社で月収100万って40年働いて固定給 100, 100万になりますまあ、営業マンじゃなかったら多分無理ですよ。 40年働いても月収100万もらえる会社って多分ないですよ。事務職とかね。普通の職種で。だってハローワーク行ってくださいよ。そもそも月収100万っていう求人出てますいやそもそも出てないですよね。 出てないじゃないですか。だから月収100万って僕、プロの収入だと思うんですよね。だって、それがあた、月収100万が当たり前の、社会一般的な当たり前の収入だったら、ハローワーク行ったら月収100万ですって連発されてるはずですよ。な、ありますよないですよね。だから月収100万っていうのは多分、プロなんですよ。プロの収入だと思います。いやプロを目指すんだったら、プロ意識で、プロ基準でやっていかないと、無理ですよ。そんなもんは。うん。 はい。ということで、いろいろ申し上げましたけど、いってらっしゃい。